どう考えても大丈夫ですかという感じがありますけど。あ、大丈夫です。左の鎖骨。鎖骨粉砕骨折です。まさかの、まあでも本当に内容的には、うん、本当にお客様を裏切る形になってしまったんで、うん、ちょっと反省してしっかり直してきたつもりではいるんですけど。はい、その4つに割れたとかいう話を聞いて、ね、あ、そうですね。この1本あったら、うん、こことまず3分割になって、ああこの真ん中が横にひび入って上と下にこうずれちゃって、それが多分落ちた時は皮膚に刺さっちゃってて痛くて、うん、でも手術したらすごい楽になって、次の日からもうもがき始めて、とプレート入れる、プレート入れて、なんでだいぶ回復は早かったと思います。おはようございます。確かに本当に驚きの速さという感じが。そうですね、自分もちょっとお医者さんは3週間は絶対動くなって言ったんで、粉砕骨折だと本当にそういうイメージです。そうですね、なんで最初はもう、あ、今年年内復帰目指してくださいって言われて、ちょっと長くかかりますよって言われたん で、はい、で脱臼もしちゃってたんで、ちょっとややこしいなと思ってたんですけど、手術終わって歩いてみたら、あ、いけるなと思って、ですぐ退院させてもらって練習始めて、で乗ってももう、あ、もう全然、最初、まあ、女子の後ろとかつかせてもらってダッシュ練習したんですけど、まあ、転ぶ前より少し調子いいぐらいな感じでいけたんで、多分競争が結構詰まってたんで、転ぶ前にあんま練習がこう調整ありきの練習だったんで、今この休んでる間がっつり練習できたんで。じゃあそのある程度早い段階でここは出られそうというのは。いや、ギリギリまでちょっと悩んでました。なんかこの優勝を狙える状態まで持ってこないで出るのも、うん、やっぱり選んでいただいたんですけど失礼だなと思って、やっぱり戦えるっていう自分の100%で戦えるっていう気持ちができてから行こうと思って、うん、で最終調整に入った段階でいけるなって思ったんで出場を決めて電話させてもらって、うん、まあ本当に強いんでしょうね。まあ、競輪選手のそういう凄さはいろいろ見てきましたけど。いや、でも自分が一番びっくりしました。まさかこんなに早く動けるようになると思わなかったんで、まあ、3ヶ月は復帰できないでしょうってまずは言われて、その時はもう絶望的だったんですけど、なんか意外にいけました。じゃあもうそのまま一気に優勝を掴み取って。そうですね、やっぱここ自分も2場所欠場してサマーナイトも欠場してるんで、グランプリ争いはちょっと今はかなり厳しい段階にいるんで、ここから本当にパーフェクト狙っていかないと出れないと思うんで。ここと9月。そうですね、まずここを優勝するのが最低条件だと思うので、最後まで諦めないように、はい、頑張ります。頑張って。はい、ありがとうございます。ガッツポーズはじゃあやわめにじゃないですよね。そうですね、ゴール、あっ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